連続テレビ小説、らんまん、NHK 総合も残すところ、あと1週間。9月22日には、主人公、牧野又郎を演じた神木隆之介が、朝一、NHK 総合に出演し、らんまんでの舞台裏や、共演者とのエピソードを語り、話題となった。新僕の、朝一、出演で特に印象的だったのは、やはり妻である末子を演じた浜辺美波との関係性だ。浜辺が VTR で明かしたのは、新僕自身が率先して夫婦で会話するシーンを増やしてほしいと監督や脚本家に頼んでいたということ。又郎はどうしても植物について話すシーンが増えてしまうことから、夫婦での何気ない会話を増やすことで又郎と末子の関係性をより伝わりやすくしようとしたという。新僕はこの提案について、この夫婦だったら壁を乗り越えられるだろうなという印象をつけていきたかったと語る。こうして夫婦役で約10ヶ月にも及ぶ撮影を乗り越えてきた中で、新僕にはある心境の変化が生まれたという。それは、浜辺に対して、戦友としての感情が芽生え、みえちゃんから、浜辺へと呼び方を変えたということ。最初は、浜辺が年下ということもあり、自分が引っ張っていかなくてはと感じていた部分もあったという。だが、共に作品を作り上げる中で浜辺を一緒に乗り越える、戦友のように感じ、引っ張っていこうという責任感が取れて、浜辺と呼ぶようになったそうだ。こうしたエピソードからも、らんまんで、新僕と浜辺がどれだけ真摯に作品と向き合ってきたのかが伝わってくる。二人を含め、今回、朝一にコメントを寄せた志尊淳ら多くのキャストスタッフの覚悟と努力によって、らんまんがこれほどに素晴らしい作品になったのだと感じられた。また、今回の新僕の、朝一、出演で話題になったのは、オープニング映像で、又郎が草原の上を横向きに移動していくシーンの裏話だ。実はこれは、台の上に乗せたり紐で吊ったりしたわけではなく、数名の男性が新僕を支えて移動しているとのこと。まさかの人力による移動で生まれたシーンに、スタジオもびっくりした様子だった。この話題は SNS でも大きな反響を呼び、新僕自身も X、旧 Twitter に撮影の舞台裏動画を改めて投稿。インパクトのある現場の様子に多くのコメントが寄せられた。これまで週のタイトルに植物の名前が付けられてきた、らんまんだが、最終週では末子の名から取った植物、末子笹になるという。スタジオには練馬区立牧野記念庭園から借りてきたという末子笹の鉢植えが登場。だが、又郎のモデルとなった牧野富太郎は、この植物をなぜか図鑑に載せておらず、植物図も標本もないという。朝一では、そんな裏話も明かされた末子笹が、来週どのように登場するのかにも注目しながら、らんまんのフィナーレを見届けたい。